こんにちは、ローム SDS です。ブランド的にはローム SDS というブランドになりまして、アメリカのブランドになります。このまあ SDS っていうのがスノーボードデザインシンジケイトっていう言葉の略になってまして、スノーボーダーみんなで一つのブランドを作っていこうという意思のもとに作ってるブランドになります。で今期の、一押しのモデルなんですけども、エージェントロッカーっていうモデルになります。でこちらが、ローブの中で初年度から作ってます一番人気のあるエージェントっていうモデルをベースにした、ロッカーボード、最新の形になりますけども、特徴としてはセンターがロッカーになってまして、ノーズテールにキャンバーがある形になってます。でこちらは、基本センターがロッカーになってますので、あくまでもロッカーボードとしてのルーズ感がありながら、前体重、後ろ体重にした時に足元にキャンバーが生まれることでオーリー、ノーリーそれぞれのこうポップ感が出て板が弾くという形になってます。で、この形だけじゃなくてもう一つ新しい機能としてこのサイドカーブですね。こちらが、クイックサイドカットって言って、足元インサートの間の部分に、すごく小さな半径のサイドカーブが設定されています。こちらはほぼ6メーターぐらいの、約6メーターぐらいのサイドカーブになってまして、スロースピードの時に板を軽く立てるとそこだけが接接して、ショートターンがこうクイックに切れる形になります。でさらに外側には大きなサイドカーブがありまして、山型にエッジをつないであって、よく見ていただくとエッジがこうかなり横にうねった形になってます。でハイスピードでロングターンの時は板をかなりこう角度つけて立てますので、その際にエッジにコンタクトポイントが4箇所存在しますので、こうハードパックのアイシーなバーンでもエッジグリップがすごくよく、ロッカーボードにはないエッジの切れ味が生まれるということになります。で最初に言いましたけども、ロームの中で一番人気のあるエージェントというベースを使ってますので、すごいこう操作性がよくしなやかで反発のあるすごい乗りやすい板になってます。で続きましてこちらがレディースの中心モデルになりますけども、ローファイというモデルになります。でこちらのレディースのモデルの中で一番オールラウンドなタイプで、フリーライディング、パウダー、パーク、ジビング、すべてこの1本でこなせるという板になってまして、グラフィックの方も、かなりこう女の子が今のこうカラフルなウェアに合わせやすい感じで、設定されてますし、ロームの外人のカナダ人のライダーのマリー・フランス・ロイっていうライダーが、オールプロデュースしているモデルで、彼女はアメリカでもすごい有名なライダーですので、ぜひ皆さん日本人の女の子もこれに乗ってゲレンデ全てを制覇するつもりで乗っていただきたい一本になります。はい、じゃあちょっとエージェントロッカーのいいところを、ロームのチームライダーの伊藤直樹がちょっとご紹介させてもらいます。こんにちは、エージェントロッカーなんですけど、これロッカーボードなんですけど、マウンテンポップキャンバーっていう形状でして、ちょっと普通のロッカー形状とは違って、ここの部分は真ん中はロッカーなんですけど、ここにノーズとテール部分にキャンバーがついてるんで、ロッカーの動きもしっかりするんですけど、ハイスピードの時に、しっかりと、エッジを食ってくれて、ハイスピードでも対応できて、ジャンプの時にこのキャンバー部分でしっかりとオーリーできるんで、ロッカーボードのロッカー形状のいいところと、キャンバー、普通のキャンバーボードのいいところ、両方を、持ってる、ちょっと贅沢な欲張りな板ですね。もともと直樹はロッカーボードすごいメインで使ってて、で今年からこういう板にちょっと新しく出たんで、乗り換えようかなっていうところ で今日もちょっとテストしたんですけど、ジャンプですごい、いいですね。やっぱロッカーボードどうしてもずれる感じがジャンプとかで気になったりはあると思うんですけど、このボードに関してはやっぱそういうのが、そうですね、しっかりとオーリー弾いてくれるんで、あと、このエッジのクイックグリップサイドカットって言って、この、バインディングのインサートのホールの部分に、ちょっとポコッとエッジが出てるんですけど、
こいつが、ハイスピードの時とかカービングをしっかりとがっちり食いついて離さない、ハイスピード今日みたいな、今日ガリ、結構アイシーな感じでガリガリなんですけど、ロッカーなんだけどしっかりともうがっちり食って、カービング気持ちいい板ですね。これは本当にびっくりです。よろしくお願いします。お願いします。